タミコチン行くよ。はい、ここは私のお部屋です。まあ物置ですね。そしてこれがカメラの防湿庫です。カメラとかレンズは防湿庫に入れとかないとすぐカビちゃいますからね。ただもういっぱいなんです。なので新しいのを買っちゃいました。もう一台買っちゃった。幅が40センチ。同じだね。この幅は795って入んないじゃん。そこに置く予定？まだまだ置いて、どいて、どいて、どいてください。うわ、猫の毛だらけだね。掃除機がないからね、今。もうすぐ来るよ。あれ、ここ遠見りじゃねえじゃん。ああ、ごめんね。それ、私が多分作るときにネジがなくて、なんか適当に合うの使ったんだよね。だから何種類かサイズが違うと思う。うん、マジで。まさか解体するとは思わなかったから。ああね、切らなきゃだからさ、幅が足んないんだよ。え、どこ切るの？ここ。え、5ミリくらい切るの？いや、わかんない。どのくらい切るかどうか、まだ。このくらい、このくらいかな。まあ、このくらい、なんていうか、このくらい切る。そうすると開口が。え、でも、強度、なんか三角のアングルに入れるとか。いや、だってここアングルになってるじゃん。まあ猫ぐらいしか上がんないけど。猫が上がるぐらい。意外と重いから、うん、そんなに切っちゃうんだ。うん、だって795しかない。蓋のこの、そうね、開き代も必要だから。でも肩痛いてんだけど。しなきゃいいの？いや、大丈夫、痛み止め飲んだから。あ、これもすぐやんなきゃダメなの、こういうのは。猫のチップが。こんなにある。何？あ、猫のひげ。猫のひげ。よし。入んないの？あ、ごめん。うん、それ多分、入れてから植え付けたんかも。
わかんないけど覚えてない。あ、板の分入らないんだ。いや、板の分計算したんだけどな。力で力で言うた。わかんない。でも1個だけだったからもしかしたら入れてから植え付けたのかもしれない。マジで。でもそしたらこの、そうだよね。あ、でもこれ逆になってなかった。あ、なってない。なってない。多分入れてからかも。本当に覚えてないけど。マジで。うん。どうですか。だって入んないんでしょ。入んないね。え？板の方も大丈夫なわけだったんだ。あとグッて押しちゃえばいいじゃん。そうだよ。たここも切る。ちょっと待って。ちょっと考える。あ、こっちの方が低いんだ。結構悩んだんだけど。うん。上段はニコン F と FM2T のお部屋です。その下はニコン F2 と D100 のお部屋、そして3段目はペンタックスのお部屋です。新しく買った方の防湿庫の一番上にはリコーとフジカが入ってます。リコーは2台あります。2段目は小物が入ってます。3段目は交換レンズのお部屋です。いい感じで収まりましたね。これでカメラとレンズの保管状況もバッチリです。またね。